ここからは、ズームで参加している方へのご案内になります。現在、特会5分前ですが、発表前にズームの操作の練習をしたいと思います。質疑の時間でズームの挙手の機能を使いますので、こちら、ズームの画面下の参加者アイコンから挙手ができるようになっていますので、操作に慣れるために挙手をお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんもぜひ、挙手をお願いします。はい、ありがとうございます。こちらで大丈夫ですので、挙手はやめていただいて結構です。こちらまた、トーク中は Zoom のチャットの方に質問や感想を書いていただいても大丈夫です。質疑の時間がありましたら、こちらに書いていただいたチャットの質問は読み上げていきたいと思います。で、また YouTube で見ている方に連絡です。この部屋のハッシュタグはファイコン JP の番号1番です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。よろしくお願いします。では、そろそろトークの方始めていきたいと思います。それでは、これから、西本さん、須山さん、三田さん、海鮮さんの発表を始めたいと思います。タイトルは、広島における地域 Python コミュニティの立ち上げ方と続け方です。発表時間は質疑を含んで30分です。発表前にマイクテストを兼ねて、スピーカーの方に読み上げ事項を読み上げていただきます。ビデオをオンにしてから読み上げてください。お願いします。はい、よろしいですか。はい、大丈夫です。私の名前は西本です。私の名前は三田です。私の名前は海鮮です。私の名前は瀬山です。あれを読み上げ実行を言わないといけない。続き言いますよ。はい、はわい、かりました。発表のタイトルは、広島における地域 Python コミュニティの立ち上げ方と続け方です。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。 PyConJP の行動規範に同意します。ありがとうございます。はい、それでは、西本さん、画面共有お願いします。はい、ありがとうございます。少々お待ちください。マイクの方は大丈夫です。それでは始めさせていただきます。それでは、西本さん、須山さん、三田さん、海鮮さんを拍手でお迎えください。お願いします。はい、西本です。広島における、地域 Python コミュニティの立ち上げ方と続け方、
こういうお話なんですけど、まず広島県の場所を確認しましょう。関西と、九州、福岡の中間ぐらいですね。こういう場所から、私たち今日登壇しております。自己紹介ですけど、今日は、西本、三津田、海鮮、須山、この4人で、登壇します。私ですけど、よく西本っていうアカウントで、活動しております。出身は広島で、東京にいたり京都にいたり、している間、大体大学の教員をしていて、音声対話ですとか視覚障害者の支援技術なんかをやってました。そこで、オープンソースソフトウェアと関わることになって、PyCon Mini JP 2011年では登壇もさせてもらいました。でその後、2011年の春から広島にまた戻ってきて、基本的にリモートワークでフリーランスであったりスタートアップの仕事を立ち上げるの手伝ったりみたいな、プログラミングとか、マネージャーみたいなことをいろいろやっております。同居しているのは、犬と、最近、子猫が、家族に加わって、夫婦と、犬猫で暮らしています。で、私のアイコンにいるアンナっていう犬なんですけど、うちで吠えるとスラックに通知するみたいなのを自分で作ったり、そんなこともしております。オープンソースなんですけど、 NVDA 日本語チーム、NVDA とはノンビジュアルデスクトップアクセス、これは Python で開発されている Windows の画面読み上げソフト、目の不自由な方がコンピューターを使うための、ツールですね。これに関する活動を、広島に帰ったあたりから本格的にやっていて、開発ですとか翻訳、あるいはそのユーザー向けのイベント、NVDA に関連があるような Web アクセシビリティの、活動なんかをしております。PyCon JP では、NVDA に関するイベント、スプリント、ポスター発表、コミュニティ紹介なんかをいろいろしてきました。皆さんにも馴染みがおありだと、ありがたいです。さて、今日伝えたいことなんですけど、地元で Python コミュニティ活動を始めたい人、あるいは参加したい人のお役に立てればいいなと思っています。今、スライドには、去年の PyCon Mini 広島の集合写真を写していますけど、なんかこうやって盛り上がれると楽しいですよね。こういう活動を立ち上げてみたい、あるいはもうちょっと小規模なものから始めてみたい、スタッフをやってみたい、さらにそれをリモートでやってみたい、みたいな感じで、いくつかの、立場、視点からお話を今日します。まず僕からですけど、PyCon Mini 広島、2015年に立ち上げ、年明けぐらいから検討してました。もともとは広島と東京両方の技術者コミュニティにつながりがあっていろいろ活動した経験があるので、僕がやると地元と Python 両方に貢献できるなと、僕がやるしかないなみたいな感じにその時は思えた。でもう一つは PyCon JP でいろいろ活動させてもらって、広島からPyCon JP に一緒に行く仲間がいると、PyCon JP が楽しくなるなと思いました。で、一方で、PyCon JP アソシエーションっていっぱい情報を出してくださっていたり、運営をオープンにやってくださったりしていたので、2015年の年明けぐらいには、PyCon Mini を、やることを支援するよというようなお話を、耳にはしていて、で、それで、2月ぐらいに広島の勉強会の、懇親会でこういう話をして、人を巻き込み始めました。で、現在まで、4回、PyCon Mini 広島を開催しています。だいたい10月から11月の時期です。トークを募集して採択者に登壇していただくっていう形式を一応こだわって続けております。過去には、石本敦夫さん、佐藤春夫さん、柴誠二さん、昨日の基調講演の方ですね、磯蘭水さん、こんな感じで、PyCon JP でも著名な方々をお招きしています。参加者数は2015年、最初に始めた時は40人でした。
去年は約70人が参加していました。で、10月に開催するようになった一つの理由は、10月の第2週頃の週末に大体広島県内で、日本酒が好きな人がいっぱい集まる西条酒祭りというイベントがありまして、このスケジュールに合わせてパイコンミニを開催すると、翌日みんなで酒祭りに行ってわーいって盛り上がれるっていう、まあ、そんな感じでこんな日程に、ここ何年かはしておりました。私自身もパイコンミニ広島をただ運営するだけではなくて、自分も喋りたいと思って、ネタを仕込んで頑張って喋ったこともあります。2016年には、ESP8266 っていうマイコン、低価格でワイヤレスが使えるっていう当時流行り始めたマイコンで、マイクロパイソンを使って、こんなことができますよっていう電子工作絡みの、プログラミングの、デモを交えたトークをしたりしました。これ雑誌 の記事書きませんかっていう仕事につながったりして、結構なんか見てもらえたようです。こんな感じでやってきたんですけど、立ち上げ方続け方を振り返ってみると、まあ、難しいことは、まあ、少しずつチャレンジしてきたかなと思います。例えばお金がかかったり、そのスケジュールの制約につながるようなその会場予約、できるだけ面倒くさくなくて確実にできる、お金がかからないように大学の知り合いの方を頼って施設を無料に近い値段でお借りしたりとか、早々と抑えたりみたいなことをしました。デザイン的なこともいっぱいやっぱりカンファレンスだとやりたいんですけど、最初は本当に1個ロゴを作るところから やりました。ノベルティは何年目かで僕がやるっていう人が出てきたら、じゃあやろうかっていう感じでした。スポンサー対応なんかも、まあ、余裕が出てきて3年目ぐらいから、イベントの有料化、スポンサー対応みたいなことをしました。録画配信はうまくいったりいかなかったり、なんかぶっつけでやったりみたいな感じです。で、一つ先ほどお話ししたスクリーンリーダーの活動の延長線上で僕このイベントをやってるもんですから、アクセシビリティ、障害のある方がお越しになった時にはできるだけ配慮したいと思ってやっています。これは一応私たちの行動規範には書いているんですけど、まあ、今のところとても大変な思いをしてこれに対応したっていう実績はまだありません。まだこれからです。私たちまだやってないのは、例えばランチを提供するとか、マルチトラックにするとか、そういったことはやってません。まあ、どうしていくかは、まあ、最後にまた今後の展望でお話します。こういうことをやっていくと、あともう一つ感じているのは、他のイベントに参加する意識が変わってくるなっていうことです。例えばパイコン JP に出るときに名刺交換しても、広島から来てます、広島でこういうイベントやってます、協力してくださいみたいな、なんかそんな感じで、あるいはそのいただいた名刺で、じゃあすいませんけどトークお願いできますかみたいなこともありました。そんな感じでパイコン JP でなんか頑張ろうみたいな気持ちになります。あるいはその地元のイベントで IT 系のイベントですけど、Python のイベントもあるんで協力し合いませんかとか、まあ、少なくとも日程かぶせるのやめてくれませんかみたいな、そういうまあお互いの横のつながりをいろいろ大事にします。あとは他の地域の Python イベントとうまく連携したい、協力できませんかとか、まあ、少なくとも行ったり来たりし合いましょうよみたいな話が楽しくなってきます。あと地方でやっぱりエンジニア向けのイベントって学生にアピールしないとなっていうのはあって、学校の先生ルートで告知をしたり、トークの募集をしたり、あるいはその学生スタッフの人に何か懇親会もなんだ優遇するのでスタッフやってくださいみたいなお願いをしたりしてきました。あとはですね、 Python ブートキャンプ、PyCon JP アソシエーションが初心者向けのイベントを講師も派遣していただいて開催できるんですけど、これを開催して、そこで集まった方にずっとつながってもらう、そして、いつの日かスタッフになっていただくみたいなことをやってきました。で、そうやって一人でできないことを一人で抱えないで仲間を増やして仲間に頼っていきたいっていうやり方をしていこうとしたときに、広島で毎週必ず開催している黙々会があってですね、ここにちょっと助けを
求めました。じゃあここから三田さんお願いします。はい、画面変わりましたか。すごい広島 with Python 毎月開催の Python 勉強会について三田が発表します。よろしくお願いします。聞こえてるかな。はい、まずは自己紹介からです。 MU2IN と書いて無人というハンドルネームで活動してます。普段は普通の Java エンジニアをやっているんですが、たまに Python でツールを作ったりとかもしてます。主なコミュニティ活動としては、すごい広島という毎週水曜日に広島で開催している IT 黙々会を主催しています。先ほど話があったように、2017年4月からは西本さんと一緒に毎月すごい広島 with Python というのを共同で主催もしています。また年に1回のパイコンミニ広島では2018年からスタッフとして参加しています。パイコン JP では2018年2019年ともにコミュニティブースを出展しています。すごい広島 with Python とは広島で月1で開催している Python の勉強会です。パイコンミニ広島やパイコンブートキャンプ in 広島に参加された有志が Python の情報交換をできる場を作ろうと立ち上がったのがきっかけで作られました。私が主催しているすごい広島の一角を借りて、月の最後の水曜日に合同ですごい広島 with Python というタイトルでイベントを立ち上げています。すごい広島 with Python の様子はこのようになっています。コワーキングスペースの机を何個かお借りして、プロジェクターで画面を共有しながら、みんなで持ち寄ったネタを話したりとか、まあ、雑談をしたりとか、仲良く、進行しています。最近はコロナで外出ができなくなったため、Zoom でオンライン勉強会として継続しています。すごい広島 with Python の立ち上げ方と続け方について、意識している点を3点ほど挙げたいと思います。まず最初は開催日を固定するということです。すごい広島では、次の最終水曜日はすごい広島 with Python の日として必ずコンパスを立ち上げるようにしています。開催日が確定するので先の予定が調整しやすいですし、まあ、1ヶ月の間に何かネタを考えることも簡単にできるので、そういった感じで継続しています。おかげさまで今月で41回目を迎えることができました。2点目はテーマがなくても開催するということです。初めの頃はPython ブートキャンプのおさらいであったり、Django チュートリアルを見たりとか、テーマをある程度決めていました。しかし、主催者側の負担が大きくて、なかなか継続しませんでした。そこで、テーマがなくても勉強会はできるのではないかと考え、最終的に参加者が LT を持ち寄る形式になりました。また、スライドがなくても気軽に雑談したり、何かネタを話したりすることができますし、話題のウェブの記事を紹介したり、ドキュメントを読んだりしたりすることもありました。最近は PyCon JP 2020年公式サイトでセッション内容の予習を行ったりもしました。実際ネタがなければ黙々会という形式で続けようかという意見もあったのですが、黙々で終わった試しはありません。3点目です。3点目はとにかく継続が大事ということです。継続することでコアメンバーが増えましたし、コアメンバーが率先して運営を手伝ってくれるようになりました。また、その中で発表してくれる人も増え、まあ、毎日何かしらネタで喋って2時間喋れるようになりました。これらは場を継続して作ることによって、それ自体がコンテンツになったのだと感じています。最後にすごい広島 with Python を続けてよかったことを話したいと思います。とある会で参加者の小栗さんが Python でお絵描きパズルを解いてみたという LT を発表しました。そんな中、参加者の一部がこれ面白いので PyCon JP の CFP に出してみればという一言がきっかけで、最終的に PyCon JP の CFP に出して、それが採択されて2018年に小栗さんが発表することになりました。翌年は2019年には、この後発表される須山さんが、2020年は私たちが今ここでコミュニティの話を続けています。
コミュニティ内で、まあ、PyCon JP の登壇が続いているので、これからも続けていければいいかなと考えています。以上で、すごい広島 WithPython についてのお話は終わりです。私たちの経験、どうでしたでしょうか？皆さんも、すごい〇〇 WithPython を地方で始めてみませんか？ということで、次は、すごい広島 WithPython に参加している中で、PyCon Mini 広島のスタッフにもなってくれた海鮮さん、どうぞよろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。カンファレンスの参加者がスタッフになって気づいたことということで、タイトルでスタッフになることのメリットとデメリットについてお話をさせていただきます。海鮮と申します。よろしくお願いします。まず自己紹介をさせてください。自己紹介なんですけども、私がPyCon Mini広島のスタッフになったきっかけをお話しさせていただきたいと思います。私は2011年東京在住だったんですけども、PyCon Mini JP、PyCon JP 第1回に参加していました。それからしばらくPyCon には参加していなかったんですけども、2017年10月に東京から広島へ、帰りました。それからまた1年経って2018年10月のPyCon Mini広島2018にスピーカーとして参加することになりました。その際に座長の西本さんに、スタッフをぜひと言われて、初めてスタッフという役割があるんだなということを知りました。またそれから少し時間が経って2019年の3月頃からすごい広島 WithPython に参加するようになりました。これをきっかけに広島の Python コミュニティとの交流が始まり、PyCon Mini 広島、結果として PyCon Mini 広島のスタッフになりました。で、今日のお話なんですけど、スタッフになることのメリットとデメリットについてお話をさせていただきます。まずメリットの一つ目なんですけども、強い人たち、技術力やモチベーションの高い人たちに囲まれるというものがあります。これはピア効果と言われるものだと思うんですけども、強い人たちに囲まれると自分も強くなろうと努力するというメリットがあります。また、技術的な話をすると、詳しい人たちからいろいろと教えてもらえます。他にも、自然と先端的な話に触れられるというメリットもあります。例えば、Python 3.9 の新機能ですとか、Python 3.10 で入るかもしれない機能といったものが自然と耳に入ってくるというメリットがあります。メリットの2つ目なんですけども、それはコミュニティとのつながりが作りやすいというものです。昨今コロナの影響で勉強会等がオンライン化していろいろなコミュニティに顔を出せる機会が増えてきています。私の場合、PyCon Mini広島のスタッフですという紹介をすると話題を作りやすくて、親しくなる機会が増えました。実際にコミュニティ間のつながりが得られた機会としては、今年、PyCon JP のチュートリアルを担当する機会に恵まれたというものがあります。明日8月30日に PyCon JP のチュートリアルをやりますので、ぜひとも皆さんご参加いただけると幸いです。メリットの3つ目なんですけども、それは OSS、オープンソースソフトウェア活動への貢献というものがあるということです。私はカンファレンスのスタッフというのは広い意味での OSS への貢献だと思っています。OSS 活動は企業から評価されることもありますし、そもそも OSS 活動を積極的に行うことによって、OSS 活動を評価してくれる企業とのつながりを得ることができるというメリットがあります。また、メリットの4つ目なんですけども、カンファレンスを自分のやりたいものに近づけることができるというものがあります。例えば、キーノートスピーカーの選定に関わることができます。話を聞いてみたい人を推薦することで、その人の話を聞く機会を得ることができます。できたりします。例えば、私の場合、PyCon Mini広島2019キーノートの磯蘭水さんをキーノートスピーカーに推薦することで、磯さんのお話を伺うことができるというメリットがありました。5つ目のメリットなんですけども、それはカンファレンスの裏側を教えて勉強になるというものです。カンファレンスをゼロから作り上げる経験を得られることができますし、そうした経験は自分で組織を作って何かをやろうとするときに大変参考になると思います。例えば、チームで使うツール等の習得ですとか、様々なサポートの存在について知ることができるというメリットがあります。最後のメリットなんですけども、それはやっぱりシンプルに楽しいというものだと思っています。私自身はシンプルにやってみて楽しかったです。ただ、これは人それぞれで楽しくだと思います。楽しくなければ、一回だけやってみてやめるのも手だと思っています。そして、そこら辺にうるさい人はおそらくいないはずなので、ぜひとも積極的に参加してみてほしいと思っています。最後にデメリットについても一つお話をさせてください。デメリットとして、時間や手間がかかるというものが考えられます。ただ、これは意外とそうでもなくて、強制されて何かをしなければいけないということは基本的にはありません。忙しいのはだいたい
カンファレンスの1ヶ月前くらいだったりします。ということで、ぜひとも皆さんスタッフとして参加してみてください。それでは次はパイコンミニ広島およびパイコン JP でスタッフとして活躍されています須山さん、よろしくお願いいたします。はい、それでは東京のコミュニティから広島のコミュニティへというタイトルで須山が発表していきます。まず自己紹介させてください。僕の名前は須山レイと言います。で、Twitter などの SNS は R ホボロというアカウントでやっているので、よかったらフォローしてください。 Python 歴なんですが、ここは10年くらい使ってます。で、学生時代に出会ってからずっと好きな言語として使ってきています。で、普段の業務も Python 使っていて、機械学習モデルのサービスへの組み込みでしたり、あと社内のデータ基盤とか ML パイプラインの構築や運用もしています。あと著書として今年の1月に発売された Python 実践入門っていうものを執筆しました。で、これ結構同僚とかにも自信持って進められるぐらいいいものになってるとは思ってるので、ぜひよかったら一度手に取っていただけると嬉しいです。はい、ここからが本題です。タイトルにもあった通り、僕は3年前の夏に東京から広島県の尾道市にある向島というところに引っ越してきました。この写真がそうなんですが、瀬戸内海に浮かぶ小さな島です。で、東京から広島に引っ越してきたんですが、東京で行っていたコミュニティ活動を継続したまま広島でもさらに活動を開始しました。で、今日僕が皆さんに伝えたいことは、コミュニティ活動はどこでもできるということです。続いて僕がコミュニティ活動を始めてきっかけについて話します。私がコミュニティ活動と出会ったのは、初めて参加した IT イベントだった PyCon JP の2015です。で、この年は一般参加者として初めて参加して、2016からはスタッフとしてコミュニティ活動をスタートしました。で、余談なんですが、初めての PyCon JP っていうのはすごく刺激的で面白かったんですが、この時誰も知り合いがいなくてですね、ちょっと懇親会とか辛かったです。ただスタッフになったら知り合いがもう本当めちゃくちゃ増えて、今では結構もう同窓会に行くような気持ちでパイコン JP に参加している部分もあります。はい、で、2016のスタッフ経験を生かしてメディアチームというところのリーダーになりました。で、2017年の前半は東京で過ごして、途中から広島へ引っ越しました。なので2018年は最初から最後まで広島でパイコン JP のスタッフ活動をしていました。で、私がこの東京のから広島へ引っ越したきっかけなんですけれども、これについてもパイコン JP が深く関わっています。というのも、パイコン JP のスタッフをする中でリモートでも働けるという手応えを得たからです。パイコン JP のスタッフ活動はリモートがメインでした。なのでツールや非同期コミュニケーション、あとリモート特有の考え方みたいなのに自然と慣れていきました。また、スタッフ活動する中で、まあ、スタッフも海外からされている方もいた時もありましたし、あと海外からの参加者と話す中でいろんな価値観を知ることができました。で、育った国、地域、世代などで価値観は全然違って、ただみんな Python が好きで、 Python 好きだから個人で日本までに来て PyCon JP さん参加してるっていう方とかもいて、まあ、みんな生き生きしてるなと思って、僕も好きなことをして好きな場所でしようと思って尾道に住むことに決めました。ただ尾道には縁もゆかりもなかったので、またもや誰も知り合いがいないという状況になりました。で、ちょうどその頃 Python ブートキャンプ in 広島というのが開催されることが決定していました。で、これは先ほど西本さんの説明でもあったんですが、一般社団法人のパイコン JP アソシエーションが開催している初心者向けの Python チュートリアルです。で、これは手を挙げた現地スタッフが会場を抑えたり、日程を抑えたり、地元で宣伝をしたりみたいな感じで、現地スタッフがリードしながら開催する仕組みで続けられています。で、これは広島のエンジニアとつながるチャンスだなと思って、まあ、TA として参加しました。で、懇親会などで広島のエンジニア方々と一緒に話してエンジニア会話についての情報を収集したり、まあ、ここで実際知り合って今でもつながっている方も数多くいます。
で、僕が広島に引っ越してからの活動ですが、PyConJP のスタッフは続けています。で、続けていたんですが、ミーティング後に飲みに行けないこと以外はびっくりするぐらい何も変わらなかったなっていうのが正直な印象です。で、あと、こっちに来て誰も知り合いがいなかった時でも、この PyConJP のスラックが活発だったおかげで、そんなに寂しさみたいなのは感じませんでした。あと、PyCon Mini広島のスタッフを始めているので、ですが、PyCon Mini広島のミーティングっていうのは、新型コロナの騒動が始まるよりずっと前、まあ、去年の段階からすでに完全オンラインになっていました。なので、僕は尾道というところに住んでいて、自宅から広島市内までは、まあ、都線と電車で2時間以上かかるので、こういうところはすごくありがたいなと思っています。その他の活動として、尾道で黙々会を開いたりとか、あと隣の岡山県で GCP のユーザーグループのオーガナイザーをしたりとか、あと Python ブートキャンプイン岡山の TA になったりもしました。あと昨年末ですね、突発のイベントで年末岡山ごったに会っていうのを、こっちに来て知り合った方が岡山に帰省するっていうので、そのタイミングで一緒になってやったんですが、他にも帰省中の方とかが結構参加してくれて、実は岡山にもすごい面白い人がいたみたいなのをいろいろ発見しました。で、昨年の PyConJP では、全国の Python ブートキャンプやってきた人たちが集まって前夜祭とかもして、こういう中で地元のコミュニティ盛り上げてたら他の地域との関わりも強くなるなっていうのをすごく実感しました。で、まとめです。コミュニティ活動はどこでもできると思っています。近くのイベントに参加するだけでも OK ですし、まあ、東京でしたり、まあ、隣県などの他の地域のコミュニティに入っているのもありだと思っています。でなければ自分でイベントを作っても OK で、これも本当コンパス立てるだけで今は気軽にできると思っています。でただの参加者よりも主催者とかスタッフになると得られるものは何倍にもなるので、ぜひお勧めしています。で一度得たつながりは一生ものの財産になると思っているので、ぜひやってみてください。僕の発表は終わりなので、西本さんにお返しします。はい、西本に戻ってきました。最後にお知らせです。PyCon Mini 広島、2020オンラインを、やっぱり酒祭りの時期に開催します。今年はオンラインのイベント、いろいろ研究してみたんですけど、やっぱり初めての人が敷居が高いイベントにしたくないなと思って、1ヶ月かけてアイスブレイクをしたいと思いました。なので、今ハッシュタグでコンパスシェアしましたけど、今日から入っていただけるPyCon広島スラック、ここで1ヶ月アイスブレイクをして、もう仲良くなって当日を迎えたい、で当日はもうコンパクトなイベントにしたいみたいな気持ちでいます。一応8月31日まで CFP は、募集しております。あとですね、OSC、2020オンラインでも、広島の、人向けに、PyCon Mini広島を告知するイベントをやったり、実は9月30日もすごい広島 with Python があるので、オンラインイベントの前にいろいろプレイベントをやって、なんか仲良くなりながら2020本番を迎えたいという構想で私たち今年はやってみようとしております。これからも PyCon JP とつながりながら地元で仲間を増やしてやっていきたいと思います。いろいろ広島も大変だったこともあるんで、かえってオンラインの方がいいこともあるかもしれないと前向きに、捉えてやってます。よろしくお願いします。私からの発表は以上です。はい、発表以上でありがとうございました。時間が少しだけ残されていますので、質問がすぐ出るようでしたら、お人形だけ質問を受けたいなと思っています。Zoom の挙手の機能で挙手ができますので、質問がある方は挙手をお願いいたします。もしすぐ出なければ何か一言まとめていただけたらと思うんですけれども。あ、そうですね。あ、ちょっとお人形だけ
挙手の方はいますので、こちらの、早尾鈴木さんが挙手されていますので、質問をお願いします。はい。発表ありがとうございます。まあ、質問というよりかは、先ほど、パイコンビー広島の、イベントの募集がされたので、早速参加の申し込みをしました。通りさん、よろしくお願いします。お願いします。以上です。はい、ありがとうございます。はい、ちょうど時間になりましたので、西本さん、須山さん、三田さん、海鮮さんのトークを終了します。質問がもしまたある方は、交流のスラックで質問をお願いします。発表ありがとうございました。では参加者の方は発表者に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。では